崎チャンネルクライマックスシリーズファーストステージ、総チェックでございます。ということでね、なんと3対2で阪神の勝利ということで、なんとセリーグクライマックスシリーズファーストステージ、6年連続3位のチームが勝ち上がるという、このなんかね、いいニュースなのか、バッドニュースなのか、グッドニュースなのかわかんないけども、まあこういう状況にね、結果的に、ね、なってしまいましたけども、まあ、この試合ね、3対2と、だからまあ、 全試合ロースコアのね、試合展開ってなったところで、まあ、タイガースとしてはそういう展開に持ち込めたっていうところが大きいし、やっぱり DNA としては、まあ、打線がね、えー、爆発できなかったっていうところがね、まあこの短期決戦、ね、ものにできなかった、えー、ところかなと。まあこの試合もね、DNA 先発浜口ね、5回92球4安打5三振2四球3失点と、まあまずまずの試合、投球、できたかなっていうね、えー、ところでしたけども、まあ2回ね、えー、DNA、 先頭宮崎がね、ライトへ打った瞬間にね、ホームランっていうね、かなりね、いい形の先生になって、で、3回裏にね、ワンアウトからね、関根フォアボール、んで、楠本のね、ライト前ヒット、これでね、大山がファンブルして、ワンアウト2、3塁になって、ね、佐野の時に、サ、えー、佐キがね、ボートと、バッと、やっちゃう。股の下抜けるぞ。顎上がったね。顎、顎上がったらね、グラブ上が、顎上がって、グラブ下がることってないんだよね。顎上がるから、ミットが上がる。で、股の下抜ける。バッ。 あれはね、止めなきゃいけなかったね、キャッチャー上のね、この2点目の失点っていうのは非常にね、痛い形の失点になったけども、で、ここでね、佐野がフォアボール、結果的にね、1、えー、アウト3塁で、結果的にね、えー、試合の阪神が勝った、 まあ、まず一つ目のチェックポイントとしてはね、この、佐伯から浜地に、この3回裏、ワンアウト一三塁で、交代したことだね。普通に考えるとね、佐伯投げました。まあ、2回3分の1で交代。その後、まあ、牧だからね、岩沢いけないとしても、そしたら、西純也先に持ってきそうだよね。だって、は、後ろは浜地ね、岩崎、 湯浅でこの789で行こうっていうね、多少なりともイメージもね、あったと思う。ファンの人も、俺も。そこでね、ハマチ来るっていう。これがね、西順や岩佐だ、浜内湯浅だったら、まあまあね、答え早かったけど、ね、まあまあ予想できる系統だったけども、なんとここでハマチを持ってきて、ハマチがね、ワンアウト、一三塁からね、初級スライダー、マキをね、463、ダブルプレイ、クッピチに、 えー、抑えたっていうのはね、非常にベンチの在配も良かったし、もちろんハマチのピッチングも良かった。で、ここでね、防いだことによって、4回裏ね、2、あ、4回表、2アウトからだったけど、佐藤がね、バックスクリーン、右ね、あの、宇宙海寄りに、ホームラン。でも、打った瞬間は、んひょっとしたらセンターフライかな。で、センターのワイカで見て、あ、ベンチこかなと思ったら、入ってパワーあるね。この、しかも2アウトだったからっていうところでね、 大きいね。これがヒットだったここからね、買い出せに行くっていうところで、ひょっとして得点できなかったかもわかんないから、一発ね、このハマチの流れを読んで、ツーアウトで、ハマチのが攻撃に行きないかっていうところでね、このサトテルのホームランっていうのは大きかったし、4回裏もね、ハマチが続投するんだけども、今日の DNA 打線ね、もう要所要このダブルプレイがね、痛かった。この四回裏もね、先頭宮崎がフォアボール出るんだけど、ストレート。その後、外がね、643のダブルプレイ、ツーボール、ツーストライクからね、このダブルプレイも痛くて、ね、で、結果的にね、3 で終わって半もね6アンダーだからそんななに攻めてないのの後ね2対事のまま行ってこの6回の表に、ね、先頭ね北条がレフトでツーベースでノーアウト二塁からもう北條にね大走熊谷ねもうこういったところも早いね矢野監督ねもう3位からね捨てるもんないっていうね史上最大の下克上チャンスあるよっていうねところでね一気にねツーベースを打ってでもういきなりねもう北條のところにで大走でここでね近本が。 インコースね。若干甘く入った浜口ね。で、それをしっかりね、引っ張り切って、ライトにね、タイムリーツーベース。これで同点になって、ノーアウト二塁。でね、ここで大山4番。大山当たってないこのクライマックスシリーズン。もう一斉必勝だと。ね。勝ちに行くぞ。バンとまさかの。 キャャッッチャーファルフラダーッこれで決めきったらかっこいいのよね。ね4番だから打たせろよって言うけど、これね、きっちり決めて打たせろよ。かっこいいよでもね、ミスして打たせろよ、ね。打算。コンアウト。いやー、せっかくいい流れだったのにっていうところで、ワンアウト2塁から原口がね、レフトでタイムリーヒット勝ち越し。でもここのね、あのその前にね、この。 大山のとこから、浜地からピッチャー、入江に変わってんだけども、で、その後ね、原口に打たれんだけども、ここ、浜地を行って、ピンチを出したタイガース。ね。入江を出して、ね、もう早めの系投言ったけども、ピンチを防ぎきれなかった、イデエ・ベイスターズ。この差がね、二つ目のポイント。で、しかもここも、打たれ方悪い。なんと言っても。これね、インコース攻めていくのよ。でね、原口に、 インコース行きたいと思うのは、これはね、もう仕方ない。若干ね、クローズスタンスでね、こうやってね、こう、ちょっと踏み込んでいきながら被ってくるから、外ね、こうやってカーンってってね、ヘッド効かして引っ張ってくるっていうところがイメージあるからね、インコースね、詰まりがちだから詰まらした。だからシーズン中でも原口もね、インコース攻めてくるって分かってるから、わざと後ろ下がったりなんかね、打席内でして打ってた試合、終盤結構ね、ちょこちょこ見えたと思う。だからそういったところでも原口はインコースそんなに得意じゃないっていうことをね、自分でもね、それを、 見せてるわけよね。だからそれ行きたい。わかる。だから。 あの時もね、インコース攻めるから、もう原口ね、インコース一来たらもうスイングよ。腰も開いて、体も開いてね、もう引っ張っていくぞ。だから、ツーストライク目、フォークボール、空振りしたじゃん。まっすぐ1、の3で行くからね。ここもね、スリーワンから、フォークボール行って、から、だからフォアボールも仕方ないと思って行って空振りしてんだよね。スリーボール、ツーストライク。でこれまでのね、全部インコースも狙ってきてるわけよ。それはね、キャッチャーも分かってるわけ。だから、外。まあこれ、結果論だけどね。 結果論だけど、もう一球行っても、良かったかもわかんないね、結果論。でも、やらなきゃいけないことで言えば、外行ったのが逆球のインコース。で、急速出てるけど若干シュート気味にかかってない。弱い。腹口。インコースも待ってる。まっすぐ。空甘く入る。大扱い向き。レフト前ヒット。ばっ <laughs> これまずね、まあ、選択は仕方ないとしてもね、こう勝負だからね。それはわかんない結果をね。でも 逆球しかもちゃんと投げてないしかもそれまでにいったインコースが全部ビスの泡バチがダブルプレーで防いだところを入れが防げないっていうねでこれ決勝点入って、まあ、その後ね佐藤陽花とねパンパンとね三振取っただけにねこれはもったいないよねできたでしょう意識したらっていうねでここもね、えー、佐藤輝君に対しては最後ねフォークボールで三振でこの陽川に対しても最後ねフォークボールで三振と思ったらよ生きたかった ねえ、って思っちゃう。その後見たらね。で、これでえきっちり勝ち越して。で、えー、7回から阪神は系統にどんどん入っていくけども、ね、湯浅だ。ね、1回3分の2。その後、西純也、ニーニング投げて、湯浅がまた1回3分の1回またきで、完璧にね、抑えきるけども、でもね、DNA も最後の。 チャンスがあったのよ。9回裏ね先頭巻きね、サード立ってる、ツーベース打たれるのないのに、サイから詰めてた、引っ張って三遊間抜けていったもう上手ゃ行くぜっていうね、これ気合いも入って、その後宮崎ね、三振。ここでね、言う人いる昨日みたいに、宮崎バントよかったんちゃうかみたいな。でもこれね、その後まあ、外フォアボールになってんだけども、もしね、きセカンド行ってたらね、外は歩かされてるよ。敬遠されて。だから多分ね、情報的にそんな変わらなかったんじゃないのかなって俺は思う。で、ここでワンアウト一塁。 山ドに代わって代打オースティンセンター前ヒット満塁でここで山崎に代わって代打藤田初球打って423ダブルプレイーキセター よく踏ん張ってね、タイガースは。でまあ今日の DNA は本当にね、このダブルプレイっていうところがね、ピンチを全部ついてたかなっていうね、えー、ところでこの3回のね、牧、え、野、ー、ね、463ダブルプレイ、そして4回裏のね、先頭出たけども、外のね、643ダブルプレイ、で9回ね、えー、ワンアウト満塁、石だね、同点、もしくはサヨナラの場面で藤田がね、423ダブルプレイっていうね。だからまあこのね、やっぱこう短期決戦、取れる時に取らないとこうなるっていうね、ところの、まあ dna としては試合展開。だからまあこれはもう負けても仕方ない。逆にタイガースは早めにハマチを前、前掛かりにして変えて、その後岩貞西純也、岩貞開またぎね、気にせず、しかもそのね、岩貞西純也もね、イニング途中投げて、イニング途中から出ていくっていうね、完了しない、頭からそんなの関係しないで、右左でそこでしっかり変えていくっていうね、この矢野三杯のピッチング、あの、継投、めちゃくちゃハマったね。それとさっきも言ってるように、ピンチで出したハマチが抑えて、ピンチを乗り切る。ピンチで出した。 イリエが最後だからそういったねところでやっぱりねミスコントロールっていうのもねミスの一つと考えればやっぱこういったところでミスはね許してくれないで、ね、その腹口の待ってるところに投げてしまったもちろんそれを打った原口は素晴らしいけども、ねまあ、そういったところで結果ね2勝1敗で d n a のねファーストステージで敗戦がね決まって。 タイガースがね、勝っていくっていうところで、まあまだ予告先発発表してないけども、単身次、誰投げんだろうね。さすがに西投げるっしょ。投げないのかなでも投げてたしね。だからまあ初戦ね、大事になってくると思う。まあ初戦、パ・リーグの場合は、2位、3位は初戦負けてないんだよね。負けたら必ず敗退してんだよね。えセ・リーグの場合は初戦負けても DNA が上がった時、初戦負けてんだけどね。DNA は初戦負けてもトントントンってね、あの、セ・リーグは行く可能性あるけども、やっぱ初戦がね、大事になって やっぱ負けてね2勝0敗になるのと1勝1敗になるのとではね相手にとってのねプレッシャーも変わってくるしねまあここはね大山とかが次ね神宮になってちょっと爆発力持っていけるかどうかっていうところがね勝負どころになるけどもまあ初戦がね非常に大事だと思いますまあ初戦もね日刊スポーツの評論でい、ね、くんでねしっかり情報をね皆さんにお伝えしたいと思いますし、まあ、パ・リーグもねあのパ・リーグはやっぱね山本にね勝てるかどうかなのよこのね山本対策っていうところをね日刊スポーツの評論でね明日の多分し 面に出ると思うんだよねもしくはネット出るかもわかんないんで、ね、そういう皆さんぜひチェックしてください。そこにね、書いてます。前の時も言いましたけど、ポイントはね、足です。足。そのね、根拠とか内容がね、中に入ってますから、あの、説明すると長くなるので、それ読んでください。だからまあ、ソフトバンクはね、や山本2回勝たなきゃ、2回のうち1回でも勝たないと、山本2回勝っちゃうと、 アドバンテージ、山本2回ってなったらね、山岡田島、えー、宮城、山崎総一郎、山崎サッチャのね、誰かが一回勝っちゃ終わっちゃうからね、そういったところでも先発和田らしいからね、和田対山本ね、ここが勝負。だから逆にオリックスはこれ絶対勝ちに行かなきゃいけないっていうところでね、またクライマックスシリーズンね、また楽しい試合が待ってますから、皆さんね、楽しんでいきましょう。その時ね、また総チェック出していきますから。さあ、どこのチームが日本シリーズに出るのか、史上初の1位が出ない日本シリーズになるのかどうか、 ねパ・リーグはゲーム差ゼロのまま最終結成いきます阪神の最大の下克上なるのか皆さんね楽しんでいきましょうそれじゃ